やば。だいぶすごいよ。ほら、ほぼ動かしてないもんだって。もうユダピーに触れないでくださいね。いや、それは。私好きだな。ほら、全然違うもん。もう回復なしでいけるようになったもん。ほら、全然違うよ。わあ、通った今の。うわー、今のも通るんだ。通ったー。今の通った。うわー、ラスト絶対無理やろと思ったもん。すげえわー。ファーストエグ、ほぼファーストやん。あー、結構今まであそこ苦労してたんだよ。まずなんかよくわからない抜けはなくなった。完全にもう抜けたのは確実に左右フリックのその左右が逆だったっていうので抜けてるのはもう自分でも分かってるから、もうなんか自分の中の、え、なんで今のダメだったのみたいな、なんで判定してくれなかったのがなくなった。もう完全になくなった。自分の中でもう絶対にほぼ通るようになった。動きがね、もう最小でいけるのよ。今までは結構あのやっぱり2とか3のフリックって大きめにさばかないといけなかったんで、ね、気持ちとしてもだから結構このぐらい結構大きめにこうやらないと認識してくれなかったんだけど、まあ、これぐらいいけるようになったから、これでいけるから次のフリックも叩けるんですよ。今まではこうこうだから遅いんですよ。このラグがあるんですよ。それがこれでいけるから。やっぱりあの左右フリックすっごいやりやすくなったけど、今まで多分ずっと左右フリックってほら結構上級者向けのノーツだったから、まあ、それをずっとただひたすら耐え抜いてやってたぜからすると、ちょっと今回のアップデート複雑な気持ちやろうな。